ガイナール鳥取背番号20松本翔です。私のピッチでは見せない別の顔はアスリートフードマイスターです。アスリートフードマイスターを取ったきっかけは、プロ3年目で初めて移籍をし、初めての一人暮らし、そして初めての自炊をした時に料理というものに対してハマり、そこから、アスリートは、自分の体を作る上で食事っていうものが大事だなっていうものを改めて感じたので、実際に講義やテスト、勉強して、アスリートフードマイスターという資格を取りました。今日は、アスリートはもちろん皆さんも簡単にできるような一品を作りたいと思います。普段親子丼とかを作る場合は、だし汁とか煮汁をにどんどん具材を入れていくんですが、今回は長ネギと舞茸を使って少しまず野菜を炒めて、だしを入れない代わりに野菜で甘みを出していきます。食べに来る選手とかは普段外食だったり、まあそのコンビニだったりとかっていうものに慣れてる分、少しでも僕に来た時は優しい味をということで意識してます。で、ある程度、色が変わってきたら、ここに水を入れて、醤油とみりんと生姜で、ここにひき肉をこのまま全部入れます。でほぐしながら、ひき肉がこうダマにならないようかき混ぜつつ、ひき肉なのである程度もう火が入るのも早いですし、あとは水分がある程度しっかり飛ぶのを待つような感じで煮詰めていきます。じゃあ最後に仕上げていきます。卵を回すように最後かけて、もう火を止めて蓋します。であとは1分ほど火が、卵に入って、半熟ぐらいになれば完成になります。調理だけだったらもう5分、10分ぐらいでできると思いますし、である程度もうこの状態で開けます。はい、半熟でもうちょい火入れよう。それではさっき作った親子煮を食べてもらいたいと思います。今日は後輩2人に来てもらったので、まず初めて今日食べてもらうのが背番号41番魚里奈々です。そしていつも来てもらってる2m5cm 畑中真人です。松本食堂のおかげで身長が伸びました。それでは、2人に食べてもらいたいと思います。狭いってマジでシャン。いただきます。いただきます。はい、いただきます。いや、うまそう。めちゃくちゃうまい。親子丼だけど、鶏のひき肉ちょっとアレンジして食べやすく、でも結構体によく生姜入ってますよね。生姜入ってる、生姜効いてるし、匂いが分からない。生姜が分からない。匂いが生姜やね。すごい、しいっそ。いつもね、外食多いからすごい家庭的な味はもう最高。鶏肉、脂身の少ないところと、あと卵で結構しっかりタンパク質取れて、で、キノコとネギも入って野菜も取れて、まあ、最悪これとご飯だけでもある程度賄えるかなっていう意味も込めて、なかなか自炊普段ね、難しいからね。しないですからね。ご飯欲しい。ご飯進むと思う。白米いつもどれぐらいなんですか。まあ、でも夜だったら1キロぐらいじゃん。1キロは食うか。そう、まあ、700以上は700、800ぐらいは食べると思います。200ぐらい300ぐらい
一般成人男性だ。星何ですか？星、最高なんだっけ？3つ星3つやったら3つじゃん。うん、星3つ、今回は結構自信あります。待ち明けでも星3つって絶対言う。お番組やってないわね。簡単にできるっていうのが見てもらえたら分かると思うんで、真似してもらいたいなっていうか、大量に作ってもらえれば、あの朝これにも回せますし、あとお弁当とかお子さんの選手の奥さんとかやりやすそう。うん、うん、せやな、おらんけどな、ほんでろ。だからここ来るんだもんな。これが私の別の顔のアスリートフードマイスターを生かした、クッキングでした。 Twitter や Instagram でも、簡単に真似できるようなレシピや、料理などを提案しているので、いろんなリクエスト待ってるのでぜひ見てください。そして今回、おっきにでも僕たちを初めて知ってくれた方はぜひガイナール鳥取の試合も見に来てください。よろしくお願いします。